はい、どうもキャックンです。今回のコラボ相手はこんにちは、マフィーです。ということで、マフィーさんのコラボ動画やっていきます。まず、マフィーさんは普段どこで活動していらっしゃいますでしょうか？ YouTube だとか、ツイキャスだとか、いろいろと動画投稿、動画配信ございますが、どこで活動していらっしゃいますでしょうか？キャックンさんが言った通り、YouTube、ツイキャス、あと LINE 投稿などをしています。なるほど、YouTube にツイキャス、LINE に投稿などですね。はい。ではその活動場所の YouTube、ツイキャス、LINE 投稿について聞いていこうと思います。YouTube ではどういった動画を投稿したり配信してるんでしょうか？はい、YouTube ではその心が病んだ人とかに癒しを与えるような共感とかをなんか与えるような投稿をしています。なるほど、心が病んだ方に対して癒しを与えるというコンセプトのもと動画投稿をしてらっしゃるんですね。はい。では今後もそういった YouTube 活動は続けていきたいと思ってるんでしょうか？まあ、その他の活動もこんなんしたいとかあったらぜひ教えてください。最近なんかもう一個ゲーム用のアカを作ったので、心が病んだ人でもそういうなんかできるんだみたいな、一人じゃないような気づかせるっていうよりどころになるようなを活動とかしたいです。なるほど、 YouTube にて優しい空気と包み込めるようなみたいなですね。はい。では次の活動場所のツイキャス、ツイキャスではどんな活動をしていらっしゃるんでしょうか？はい、ツイキャスではゲーム、音ゲーとかが好きでエンターテイナーとして、はい、音ゲーとかいろんなゲームの配信をしています。なるほど、音ゲーをメインとして、まあ、プレイヤーとしてゲームを実況ではないですけど、まあ、楽しんでるのを人々に公開してるんですね。はい。なるほど、では最後の活動場所、 LINE の投稿ではどういったことをしてらっしゃるんでしょうか？ LINE の投稿では日常の投稿やなんかもうくだらない雑談とかを投稿しています。なるほど、マフィーさんの普段を見たければ LINE を追加しなさいということですね。はい。ではここからはフリートークということで、マフィーさんへ僕から一つ質問ございます。それは、マフィーという名前はどこから来たんでしょうか？マフィーという名前はの時に先生が急に呼んだあだ名から来ています。なるほど、小学生時代のあだ名から取ったということですね。はい。なるほどです。ではマフィーさんが最終的に目指せるものになるよう僕は応援しています。ということで、こちらからの質問はこれで終わりですが、もし何か言い残したことがございましたらお教え願います。はい、将来プロゲーマーとかゲームを作る方側になりたいので、今後ともよろしくお願いしたいします。はい、こちらこそ、マフィーさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。